この動画では小林正観さんの本をもとに考察をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。神様が人にだけ与えたもの。二足歩行する霊長類はゴリラ、オランウータン、マントヒヒ、チンパンジー、サル、そして人に大別できます。この中で人にだけ目に特徴があります。それは白目があるということです。白目があるのは自然界に天敵がいないことを示しているらしいです。反対に他の霊長類には白目がありません。理由は白目があると目の位置を見られて目の動きを悟られる、つまり天敵に襲われないためのようです。さらに神様が人にだけ与えた本能。人を含む全ての動物は神様から2つの本能を与えられています。1つ目は自己保存の本能。生命を維持、守る行動をとる本能。つまり全ての動物は本能で死なないように行動します。2つ目は種の保存の本能。子孫を残す本能です。つまり全ての動物は本能で子孫を残す行動をします。そして正観さんは言います。人間にだけ3つ目の本能を神様から与えられています。それは喜ばれると嬉しいという本能です。何でも神様は神と動物の間に人間を作ろうとして3つ目の本能を与えたらしいのです。喜ばれると嬉しいとは、仲間に喜ばれると自分も嬉しくなるという本能のようです。さらに正観さんは言いました。他人と競い自分が勝つと嬉しいのが人は一人で利己的に生きています。一方で仲間が喜んでくれると自分も嬉しいのが人間。人の間で生きると人間となるようです。最後に正観さんは他にも、人間がこの世に生まれてきた意味は喜ばれる存在になることと言いました。この動画を見たあなたもたくさん誰かに喜ばれることをして、ご自身もたくさん喜んでくださいね。この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい、楽しい、大好き、幸せ、ついてる、愛してる、ありがとう。